やります、あんこちゃんを起動しました。カップヌードル。カップヌードル。まるちゃん。あ、違う、これニシンか。まるちゃんではないか。こちらカップヌードルがですね、来年の、違う、来年ちゃうわ。今年の5月だっけ？値上げするらしいですよ。ああ。なんでもかんでも値上げだよ。このクソみてえな世の中はよ。金持ちだけは裕福。金持ちは裕福。で、金持たない人間は、幸福にはなれない。だから結局のところ、金を持ってる人間は、さらに金を得れるんです。ただし、金ない人間はどんどん落ちていくっていう。200円くらいになるの。確かね、値段が 10% くらい上がるってことに、20円くらい上がるって言ってたな。値段がね、20円くらい上がるらしいですよ。今年の5月から。確か5月ぐらいから上がるらしいですね。カップヌードルシリーズ全部です。シーフードとかカレーとか、その他もろもろ、このカップヌードルの日清のこれが全部上がるらしい。もうやだ。何がお前安倍政権だよ。何がアベノミクスだよ。全然じゃん。全然効果ないじゃん、アベノミクス。喜んでるのあれだろ。喜んでるの上の人間だけだろ。社長とか副社長ぐらいだろ。喜んでるの。多分社員の人、社員の人多分誰もね、給料上がってないじゃん。うん。そうそうそう。大企業の従業員と公務員だけど。しかも最近あったじゃん。公務員のさ、児童相談所がさ、クソみたいなことしたって。小学4年生の人間をさ、いわゆる暴行とかさ、してた、されたってさ、わざわざさ、自分からさ、手紙書いたのにさ、ねえ、父親に見つかって、なあ、言われてさ、お前これ書けって絶対言われたんだよ。で、ねえ、暴力受けてないですって、書かされて、殺されて、
何も考えてんだ、あいつら。あいつら存在価値ないでしょ。自動相談所なんて価値ないでしょ、あの。存在価値ないでしょ。おめえら税金でさ、俺らの税金でさ、給料もらって食ってるくせにさ、お前何様なんだよ、おめえら。仕事もしねえんじゃん、お前。お話になんねえじゃん。しねえよ。児童相談所なんていらねえだろ。警察入れやそれでこと足りるべ。警察入れやこと足りるべ。児童相談所なんてね、いらないでしょ、もはや。何のために存在してるんだって話。児童相談所ってさ、誰のためのさ、施設だよって話よ。その名の通り児童のためにさ、あるのにさ、お前それぐらい考えつかねえのかよ、おめえがって。親に書かされたってさ、それぐらいわかねえよ。本当に頭悪いんだな、あのクソ。クソみてえな、そのさ、従業員は、職員はマジ、クソなんだろうな、あれ、頭おかしいんだわ。確実に。それでさ、ね、無理やり書かされたってさ、普通だったらわかるのに、それをさ、真に受けてさ、ね。そんで保護を解除して、で、挙句の果てに殺されてんだからな。それもあれだぞ。小学4年生だぞ。小学4年生がお前頑張ってさ、怖いながらもさ、自分で書いたんだよ、それ。手紙。ね、助けてくださいって書いたのに、それもお前全部無視。ほぼほぼあれだよね。まあ、殴ったとか、蹴ったりとか、暴力振るったのは当然その、父親だけどさ、まあ父親も悪いし、母親も悪いんだけど、まあ大前提でさ、そいつら悪いのは分かってっけど、まあ、さらに、もうそいつも逮捕した方がいいんじゃない？あいつも懲役5年ぐらい刺した方がよくね、あの職員。ほとんど見殺しにしたってレベルだよね。お前ら一体何のためのその児童相談所でお前働いてんのお前。なあ。おめえら何のさ、児童相談所で働いてんのなんでなんでお前児童相談所ってのあんのそんなぐらいわかんねえのかよ、ボケ。死ねえじゃん。おめえらの税金払わせる資格なんてねえよ。おめえらにな、やるな、税金なんてねえんだよ。何のためのお前、自動相談所じゃん、バカ。ボケ。マンマンさん、1000ポイント広告ありがとうございます。何のためのお前、自動相談所なんだよ。お前、何のためにお前、そこで働いてんの？ねえ。何のために働いてんの、そこで。お前、児童を守るためじゃねえのかよ。児童を守るために働いてんだろうが、そこで。お前、見逃したんだと、お前、何の意味もねえよ、それ。お前、存在する価値ねえじゃん。ほんと腹立つよな、あのクソみてえな。職員は、マジで頭狂ってると思うわ。何を考えてんの？あいつ普通に逮捕していいぞ、あれ。あれ普通にさ、なんかさ、傷害罪で逮捕していいぞ、あれ。あんなクソみたいな人間。あんなクソみたいな職員、あれ、普通に逮捕していいと思う。多分誰も文句言わねえと思うわ。
多分誰も文句言わねえよ。あんなクソ職員がさ、逮捕されたところで誰も文句言わねえわ。ゴミめ。本当にあれ、人間なんすかね？あの、人間の心を持ってないんじゃないですかね？児童相談所に勤めていながら。児童相談所にさ、勤めてながらさ、あのさ、人の心持ってないんじゃない？うわぁ。この味懐かしい。この味懐かしい。で、今回のテーマ、なぜ売春男は、違う、買春男は逮捕されるのに売春女は逮捕されないのか、これについて語りましょう。とりあえず世の中、日本はまあ女尊男卑だということですね。前ありましたけども、19歳の、あ、肉汁さん、報告300ポイントありがとうございます。19歳のね、女子大生がね、ね、俺のさ、住んでるさ、足立区の綾瀬からさ、わざわざ茨城までさ、行ってさ、んでさ、逮捕された、殺されたっていう話あったでしょ。あれ。まあ、あれはですね、いろいろ、情報があったんですけど、まあ、その女がですね、その男に、まあ、金をよこせと、セックスしてやるから金よこせっていうことで、30万円要求したらしいんですよ。んで、あ、じゃあ買うわって言って、男のとこへ向かったらしいんですよね。んで、男と会ってセックスしたんだけども、金が30万円払われなかったっていうことで、まあ、いわゆる、警察でね、警察に訴えてやると。ハッコメさんいらっしゃい。警察に訴えてやると。写メを、拡散させて、ツイッターとかで拡散させてやると。その人、女が言ったんですよ。で、そんなことされたら、まあ、当然ね、困るじゃないですか。この女尊男卑の社会。少なくとも女がね、最初にね、売った。体を売ったのにもかかわらず、ね、男だけ悪いってことになるでしょ。だから、そいつを殺して、そういう事件ですね。殺しましたっていう事件。肉汁さん、広告200ポイント広告ありがとうございます。まあそういったね、事件があったんですけれども。そもそもね、なんで、一回ね、セックスしただけで30万ってさ、そのさ、あんなさ、画像見たけども、クソみたいなブサイクな人間がさ、ブサイクな女ですよ。お前何様なんだと。ね？お前のさ、その顔にさ、30万円さ、価値あると思ってんの？バカだよね。そんでミスミス言って殺されてんだよ。100歩譲って確かに殺した人間も悪いよ。たださ、その時点で、間違いなく最初に手を出したのはお前なんだよ。お前なんです。春を売ったんです。
買収したのは、間違いなくそいつが先なんです。なぜならば、男は、売春しないですから。うん。男がね、例えばね、30万円出しますって言ってさ、そこら辺の掲示板に書いてさ、募集しますか？金を出して。するわけないでしょ。だってそんなんしても男だから、来ないです。絶対相手が来るわけないんですよ。だから、つまりのこと、まあ、原因を作ったのはその女なんですよ。で、まあ、最近他にもあったけども、なぜか売春女だけ、ね、売春っていうさ、最初の行為をしたにもかかわらず、なぜ逮捕されないのか。男だけ逮捕されてるという事例が結構あるんですよ。最近またあったんですよ。どの画像を見たの？そこにググればわかる。ググれば出てくる。ほんと楽だよな、女ってな。だって女ってさ、体売ればさ、売れるって分かってんだもん、金で。自分の体、売れるって分かってんですよ。ただ逆に男は売れると思うかって。絶対思わないんです。絶対売れないから。男の裸って売ってる男いないです。うん。まあ一般人でいないですね。ホステスとかさ、じゃあホストか。ホストとかだったら分かるけど。まあ、まずいないですね。まあ、9割9分9厘。女が先に、売ったっていうことです。まあ、これは揺るぎない事実ですよね。それにもかかわらず、女はさ、売春法でさ、法律で裁かれないのにさ、買った人間だけ裁かれるんですよ。ほんと楽だな、女、お前らさ。だってお前セックスしただけで、一回セックスしただけでさ、30万もらえるんだろ。クソみたいなブサイクな人間で。あんなブサイクな人間が、あんなクソみたいなさ、おかっぱのさ、なんかメンヘラみたいなさ、クソ女が、あんな見た目で、売れると思ってんの。高すぎるよなぁ。まあ一般的に、まあ俺は売春したこと、売春じゃねえよ。回収したことないからわかんないけど、今のところよくパパ活とかって言ってね、遠行のことをパパ活って言ってるフェミ女がいるんですよ。まあそいつらに聞くと、まあおそらく、一回のね、セックスで、だいたい4万。3万から4万を、だいたい平均らしいです。それなのにもかかわらずさ、30万ってさ。いや、例えばそのさ、買ったさ、男がさ、俺だとしてさ、ね、30万円出しますから、ね、19歳のね、その女子大生をね、とセックスさせてくださいってさ、持ちかけたとしてもですよ。普通にさ、30万じゃさ、もらえないってそれぐらいわかるべ。だって平均の相場が3万から4万なんだぞ。それなのに10倍近くさするさ、値段をね、お前みたいなブスがな、ドヤ顔でさ、お前みたいなブスがさ、ドヤ顔でさ、30万円もらえるってさ、思ってるさ、脳内がまさにハッピーセットだよ。クソみたいな脳内してんな、お前な。まさに脳内ハッピーセット。お前の頭はハッピーセットかよって。言いたいよな。当たり前なんだよ。
30万円も出さねえの、バカ。おめえなんだな、芸能人だったらまあわかるけど、お前。お前芸能人のさ、綾瀬はるかちゃんとかさ、な稲垣誰だっけ、稲垣なんとか、とかさ、ね、AKB のさ、人間だったらまあ一回30万でまあわかるわ。お前みたいな女子大生のさ、ぶっ最後なさ、メンヘラみたいな人間がさ、よく信じたよな。よく30万出してもらえるって思ったよな、そのな。どんだけさ、お前さ、自分のことさ、うぬぼれてんの。自分のことどんだけうぬぼれてんの、お前。うぬぼれすぎじゃねえ、さすがに。デヴィ夫人が、薄汚いハゲ男の暴言吐きましたけど、どう思いますか？まあ仕方ねえんじゃねえか。だって事実俺から見てもまあハゲ男でバカ、薄汚いハゲ男って思うよ。それ仕方ねえんじゃねえか。終わった後に死なされるのは関の山です。だってさ、30万円さ、渡すって言ってさ、セックスしたのにさ、30万円渡せなくてさ、ね、例えばの話、まあ、3万か4万渡したとするじゃん。それでも納得しなかったんですよ、その女は。で、警察とかに訴えてやるって言い始めたんですよ。もうほとんど自殺志願者ですかね。お前、そのさ、人間さ、ね、30万円渡すって言ったのに、ま、渡されなくて3、4万しかもらえませんでしたっていうさ、警察に訴えたとすんじゃん。ね、買収したのはお前なんですけど。ね、まあ、その時点でもうほぼ自業自得じゃん。多分どっちも警察に捕まると思うんだよ、おそらく。普通だったら。買った男だけがさ、ね、罰せられるっていうことはさ、多分さ、頭のさ、いくら頭が悪いからってさ、それぐらいわかるべ。それぐらい頭悪くてもわかるべ。で、さ、訴えるなのさ、騒ぎ大きくしたらさ、どうなるかぐらいわかるべ。そう。それで殺されたんです。まあ仕方ないんじゃない？自業自得じゃないやん。自業自得だべ。そんなん自業自得だべ。うん。だって騒ぎ立てたんだからな。お前のさ、クソみたいな顔にさ、30万円払うなんてさ、よく信じたもんよ。で、3、4万しか払われなかったとしてな、訴えてやるってさ、騒ぎ立てたらさ、男だって何するかわからないでしょ。そんぐらいわかるべ。今、ウイスキー何本あるの？今は、20本ぐらいだよ。20本ぐらいあるの。個人で売りをしてるとこうなるのは分かりきた。だからさ、女がさ、最初に売るのは女なんだよ。男が買いますってさ、例えばさ、そこら辺のさ、掲示板とかでさ、男がさ、4万出しますから、4万出したら買いますってさ、言ってさ、募集さ、してるやつ見たことないだろ。絶対最初は女なんですよ。個別で4万とかさ、売ります。確実に最初に書き込んだのは、お前なんです。女なんです。だから本来であれば、最初に売った女が、罰せられるべきなんです。
それなのにもかかわらず、このに、あの日本はね、この日本という国は、女尊男卑だから、なぜか逮捕するのはいつも男、買った男だけ罰せられるのは。にゃーちゃんもやってますよ、2万5000円で。え、にゃーちゃん2万5000円で やってんの?マジで買うわ。買う買う。買うわ。にゃーちゃんの買うわ、俺。2万5000円だと買うわ。はい、その代わり、あの、俺が、あの、俺にもね、あの、プライドがあるんです。まず一つ、あの、精液を飲め。俺が出した精液絶対飲めよ。そして二つ、俺の出したおしっこ全部飲めよ。三つ、あの、目隠しして、あの、プレイするから。この三つだな。それしないんだったら俺買わねえわ。俺にもプライドがあるから。俺にもプライドがあるから。だってさ、ぶっちゃけた話は2万5000円でしょ?で、そこら辺のさ、ソープランド行ったらさ、1万円じゃないですか。ね?1万円じゃないですか。60分1万円ぐらいじゃないですか。そっち行ったらよくねって話。ぶっちゃけた話。そう思わん。しかも女子高生とかだったらわかるけどさ、にゃーちゃんってさ、あの人28歳ぐらいじゃないの?年もいってるべ。そんな人間でも2万5000出すと思うか?出さねえよな。それだったらあの、場数踏んでるさ、23歳ぐらいのさ、あの、ソープ場を選ぶわ。あの、どこだっけ?有名なソープ街の。どうせだったらな、二十歳ちょうどぐらいがいいな。まあ、高校生はあんまり興奮しないんで。あいつらはちょっとあれだな。高校生はちょっとあの、知らなすぎるんで、あんまり、あ、下手くそなんですよ。だから、割かし場数踏んでる20歳ぐらいがいいよな。あ、うま。だから、バカず踏んでる数って言ったらやっぱあれだよな。ソープランドの。ソープランドの人はもうバカず踏みまくってるから。もう普通にあの、ねえ、経験人数 100回以上行ってるでしょ。ニャーはバカず相当踏んでる。あれな、そこら辺のあの、あれでしょ。リスナー食いまくったんだろ。あれ。あの人。ああ。それ知ってるわ。あの人そこら辺のあの自分のリスナー食いまくったらしいな、あれな。あの人。確実にあれやりまんだよ。あの顔はやりまん。間違いない。あの顔もやりまんだわ、うん。いわゆるあれですね。あの、清楚系ビッチですね、あれ。まさに清楚系ビッチのあの顔。あの喋り方といい。ね。リスナーを結構な数抱いてるらしい。
多分ね、言っちゃ悪いけどね、多分性病とかね、結構、持ってると思うよ、あの人。ニャーさんは多分ね、そこら辺の人間食いまくってるから、多分あれだろうな。性病結構、バズらってそうだけど、汚いし。俺、セックスしたくねえわ。あの人多分やりまんだろうから、多分、セックスしたくねえわ、俺。病気もらうの嫌だもん。エイズ怖いもん。やるんだったらやっぱ、綾瀬はるかちゃんぐらいの人がいいね。あれやな。いわゆる、セフレ的な意味で、うん。セフレにちょうどいいじゃないですか、ああいう人。にゃーちゃん、セフレちょうどいいでしょ、あの感じ。ちょうどいい。セフレにしとくのは、ちょうどいい感じ。あ、マグロなんだ、あの人。あ、じゃあダメなんだ。あれだな。首輪つけてさ、首輪つけてさ、外さ、行ってさ、飛びっこ使ってさ、そこら辺の公園でさ、ピッてやって、ブブブブブブ、あ、あ、あ、みたいな。あれすげえやりてんだけど。今のところ誰も やったことないんだけど。あと、野外露出プレイね。丸裸にしてさ、露出プレイやりてんだけど。誰か人いない？誰かド M の人いない？俺 S だから、ド S だからやりたいんだけど、そういうこと。1万ならいいぞ。1万だったらやってやる。俺に1万くれたらやってもいいぞ。ただし1万だ。それ以上以下はまかりならん。JC とか JK くらいのやるやつ。だからこう言っても誰も来ないんですよ。男はもうそれ分かってんだ。だから俺も今言ったけど、分かってる。絶対来ねえんすよ。だから俺に1万くれたら、セックスしてやるって募集するとすんじゃん。絶対来ないんす。つまり、確実に最初に、売春行為をしたのは女なんです。売春という行為を始め、だから結局原因はそいつなんですよ。女なんですよ、絶対。男で売春するやついねえからな。こんなぐらいバカでもわかる。これぐらいバカでも上がるべ。ああ。最近ね、やけに歯に引っかかるんですよ、物が。で、ググったところによると、歳を取るとね、歯がね、隙間が空いてくるらしいんですね。それでなんか挟まりやすくなる。らしいです。特に左の歯がね、すげえ、左の奥歯がね、
あ、だって今のさ、今の中学生とかさ、普通にあれでしょ、遠行してるでしょ。あの年からすでに遠行してる。逆に男で遠行してる人いないんですよ。多分、日本でも、おそらくホモの人以外多分、遠行してないです。男は絶対しないです。だって売れない。売れないの分かってる。ああ。なんか挟まってるな。うまっ。あ。あ。めっちゃ挟まっとる。あ、取れねえ。取れない取れない。あ、ダメ、取れねえや。